マッシャーブルムは、パキスタンの山。通称、K1。カラコルム山脈のマッシャーブルム山群に属し、標高は7821メートルと、世界22位、パキスタン国内では11位の高さである。名称の由来は明らかではない。二つある山頂を前奏式の古い銃に見立てて、マショダルとブルムの合成とする説のほか、 マーシャとブルムの合成とする説などがあるが、確たることは不明である。カラコルム山脈中心部を流れ、同山脈の8000メートル級のミネミネへの登頂ルートやトレッキングコースとして広く用いられるバルトロ氷河の南部に位置する。南にはフーシェダニがあり、同じくマッシャーブルム登頂のルートにもされる。マッシャーブルムの存在をヨーロッパ人が 初めて認識したのは1856年のことである。イギリス陸軍公兵隊のモンゴメリー中尉がカラコルム山脈を測量した際に後方に気づき、カラコルムの1号砲として K1 と名付けた。しかし、現地住民にはマッシャーブルムとして知られており、現代でもこの名が使われている。1911年になると、 ワークマン夫妻によって倒査され、さらに1938年には南からのルートで登頂が試みられた。しかしこの際は山頂を目前にして失敗している。その後1955年と1957年の登頂失敗を経て、1960年にクリンジを隊長とするアメリカ・パキスタン合同隊のベルト・アンソールドにより過去何度も登山者を退けた。 南東壁を通るルートでの登頂が達成された。現在では北西壁ルートと北西領、北壁ルートによる登頂を含む3回の登頂成功が報告されている。ありがとうございます。